屋根裏行ったの覚えてます？ DM が来ておりまして、うちの屋根裏もどうやらやばいと。ちょっと DM 読みますね。はい。私の祖父母も屋根裏部屋のことを当時厄介部屋と呼んでいました。私が幼少の頃、屋根裏から聞こえる何かの鳴き声のような音や物音を祖父母に尋ねた時、怖いものではないから気にするなと言われたことを記憶しています。まあ何かありそうだなというふうに思います。ちょっと意を消して突入してみましょうか。いきますか。わかる。ちょっと首がない。屋根裏から降りてきて1階にいるんですけど、じゃあこれで今から一人検証をねやっていきたいと思います。僕はあの椅子座ってみたくてしょうがない。調査の方にね移りたいと思います。大曲時フィルムのヒロです。どうも。ではですね、今、少し休憩をして、トモさんは、車で待機と、僕ヒロ一人で、調査していきたいと思います。さっきトモさんもね言ってたんですけど、本当にね声が僕にばっかり聞こえるんですよね。静けさの中に人の話し声と、時折目の端で人の影が見えるのが分かります。一旦ちょっと屋根裏もう一度行ってみよう。あんまりさっきはちゃんと見てなかったんですけど、これベッドだよね。屋根裏の中から誰も出てこないように監視するかのような部屋ですよね。こんな狭い部屋。もう不気味以外の何もでもないですよね。ダメだ、やっぱりここに来るとすっごい話が聞こえる。では意を決して椅子に座ってみたいと思います。めちゃくちゃ視線を感じる。ちょっと耐えられそうもないな、これ。もうあの怖いとかいうレベルを超えてる。なんで本当に首がないんだろう。あーきつい。これねちょっと変な感覚なんですけど、この椅子に座るとね、なんか真後ろに人が立ってる感覚がすごいです。これ僕今見えてないけど、これさ首どっかにあるんじゃないかな。どっかに落ちてんじゃないかな。屋根裏の話の DM をいただいてからまた調べたんですよ、厄介部屋のこともね。そうしたらさ、ちょっと興味深い話というか情報を見つけまして、あのですね、屋根裏のことをだいぶ昔ね、厄介部屋と呼ぶ地域があったと。でそこでは架空の子供を作って、で本物の人間の身代わりにするっていう風習があると。でここがまさに厄介部屋なんですよ。でもおじろくおばさってあるじゃないですか。おじろくおばさっていう昔行われていた風習があって、うんうんうん、まあ、悪しき風習なんですよ。これ何かというとですね、うんうん、長男だけは普通に育てられるんですよ。
だけどそれ以下の弟男の方をおじろく、妹の方をおばさっていう風に呼んで一切の村社会から隔離をすると。で、まあ、農業だとか家の中の労働力、うん、それのみの人生を送らせるっていうね、もう奴隷ですよ。なんか今の時代だと考えられない、ね、考えられない、まあ、だから当時っていうのは、まあ、不衛生だし、その栄養状態がやっぱ悪いじゃないですか。だからまあたくさんの子供たちを平等に育てることがまあできなかったような時代背景があるのかなと思うんですよ。でこの人たちっていうのはもう結婚もできない、村祭りだとかの行事も参加しできない。当時の文献によるとそういったおじろくおばさと呼ばれていた人たちっていうのは、まあ、かなりの確率で分裂病、統合失調症のような症状があったと。まあ、ただそれは先天的なものではなくって閉じ込められるような形で生活を強いられてたことが原因だというふうに、まあ、言われてるんですよ。長男以外の子供全員奴隷のように扱う。その当時戸籍ってあるじゃないですか、戸籍謄本。今だと市だとかね、区が管理してると思うんですけど、当時の戸籍謄本にはおじろくおばさのことを厄介とだけ書いてそれのみ表記されてたみたいなんですよ。何か繋がりませんか。ここは厄介部屋で、当時おじろくおばさんのことを戸籍上では厄介とだけ表記されてたと。厄介部屋では架空の人間を作った、そういう話でしたけど、これはもう僕の推測でしかないんですけど、厄介部屋に作ったとされる架空の人間、これは本当に架空だったのかっていうふうに思うわけです。つりつま合いますよね。え、聞こえるよね、声してるんだけど、すぐそこで。ちょっと待って、ちょっとトモさん電話します。もしもし、もしもし、あ、もしもし、トモさん今どこにいます？あ、今車に、車にいる？いるよ。本当に申し訳ないんだけど、ちょっとこっちに来てもらえないかな。いいよ。ずっと車にいます？うん、ずっと車に、俺ずっと待機してる。ちょっと多分ね、今僕厄介部屋にいるんですけど、おそらくあの階段の上上り切ったぐらいのところにちょっと誰か いるんで。マジで、トモさんもさ、僕ばっかり声や音だとかが聞こえててさ、ヒロ君誘われてるんじゃないかって言ってたじゃないですか。うん、そう。何？そうだね。トモさん、ちょ、何トモさん、トモさん、おかしいおかしい、ちょっと待って、トモさん、トモさん、ちょっと待って、何今の。トモさん、あ、ちょっとこっちこっち、ちょっと誰もいない。いや、誰もいなかったもん。いや、ちょっと、ちょっと。電話、いきなり切れてた。いやいや、違う違う違う。めちゃくちゃおかしかったから。なんかさ、途中から何も聞こえなくなった。一回ちょっと降りよう。一回下行こう。トモさんの電話なんともなかった。いきなり切れただけ。うんうんうん。ちょっとこれ見て。これ。これは単なる電波障害というか、に思えます？え、ヒロ君の方では。いや、僕だからこういう風になってた。なってたってこと。俺の方は普通に切れただけだよ。電話で、うん、うん。トモさんに、僕が誘われてるって、トモさん言ったじゃないですかって。うん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 、でそれに対して、うん、トモさんが「そうだねそうだね」ってずっと言ってると。ヒロ君誘われてるんじゃないかって言ってたじゃないですか。うん、そう。何？うん、そうだね。トモさん、ちょ、何トモさん、うん、トモさん、おかしいおかしい、ちょっと待って、トモさん、トモさん、まあ、全然大丈夫ですけど。いや、
なんかね、おかしい。いつもと違う感じが少しする。いや、ちょっとね、うん、まあ、インパクトが強すぎて、うん、ちょっと受けてしまったみたいなところあるかもしれないんだけど、ただ、ちょっとまだちゃんと撮れてないというか、ちゃんと撮れてない、うん、いやい、撮影がちゃんとできてないんで、あれなんですけど、なんかちょっとおかしいって、本当に。うんうんうん。いや、ちょっとやばいね。首もね、どっかあるんじゃないかなと思うんですよね。首？うん。あ、でもおひな。うん、そうな。うん。だって、あそこにいなかったじゃないですか。だって、下に転がってても、勝手に落ちたならね。なんかの衝撃で落ちたとかだったら。でも、どこにもないし、でも誰かがね、わざともぎ取ったんなら、なんかどっかあるんじゃないかなって思うんですよね。ちょっと。全然、ただ、さっきめちゃくちゃ怖かったっていうだけで、別に全然平気ですよ。まあ、でも、ね、一緒なんだよね。一緒？うん、別に。まあ、またなんかあったら連絡するんで、上行くとね、カメラの調子がちょっとおかしいんですよね。まあ、それはちょっと、やれる範囲でやりますので、大丈夫です。大丈夫ですよ。いや、でもまあ、全然大丈夫ですよ。何かあったら連絡するんで。ほんと、すぐね、すぐ連絡して。はい、次は頑張ります。僕動かしてないですよ。完全に動いてんじゃん。じゃあ椅子に座ってみます。この椅子に座るとさっきも言ったんですけど、急激に近寄ってくるんで本当に注意が必要。電源が切れる。電源がすぐ切れちゃう。何回録画モードにしてもすぐ切れちゃう。電源が。ちょっとカメラ変える。これダメだ。じゃあ今から、暗闇にしてみたいと思います。今真っ暗。画面だけ。これで、まあ画面もね、今何にも映ってないんだけど、これ越しだったら電源切れないのかな。やってみよう。もう無理だ。頭、ありました。頭、うん、ありました。え、ちょっと、ありましたよ。ちょっと来て。あった。
うん、また。今ないじゃないですか。うんうんうん。さっきついてましたからね、一瞬。頭。うん。え？どういうこと？一回電気全部消せます？人形写してください。人形。近く。もっと稲人形。そうやって写したらさっき頭があったんですよ。いや。ないよ。どういうこと？いや、そんなことないでしょ。じゃあどこ行ったんだろう。ちょっとトムさんも探してもらっていいですか。頭を？開けよ、全部。もう一個人形ある。待って。ちょい、ヒロ君、まあ、つけようとしてる。だって、ちょっと元、多分合いますよ、本当に。いや、やめた方がいいと思う。やめた方がいいって、でも。いや、それ、明らかにおかしい。さっきついてたって言ってさ、そっから見つかること自体が、つけない方がいいと。元はだってこれついてたやつですもんね。いや。誰かがこれ、もぎ取ったんでしょ。この人形も本当は、この、なんかどっかにあったんじゃない。いやー、ちょっとさ。うん。ほら、こういう感じじゃないですか。僕がさ、椅子座ってさ、うん、で声だとか聞こえるのも考えるとつけた方がいい気がするんですけどね。いや俺はねやめた方がいいと思う。なんかもうこれ以上はちょっと踏み込まない方がいいような気がする。なんかさヒロ君もずっとおかしかったしさ。なんですか。いや今まで首がついてなくてさ、うん、まあ何も起こらない。でこれマジで実際だってこの顔さっき僕見たんですよ。いや完全にヒロ君おかしい。でどう考えたってだってこれもうつけてほしいってことでしょ。いや本当に今見つけたんだったら絶対つけた方がいいし、そのこと自体がね不自然。本当に不自然だし、僕が誘われてるってトモさんも言ってたじゃないですか。僕が首見つけてこれをつけてあげれば絶対そうだ。いつもよりテンションがねなんかおかしいんだよ。いやそれは分かりますけど、でも今回のこれは依頼主の人に調査をお願いされたわけじゃないですか。うん、で首まで見つけてこんな、そうしないと終わんないですか。明らかに呼ばれてる。もうじゃあつけてさ、これ万が一なんかあったらさ、うん、本当取り返しつかないですよ。何もないです。いやこんだけなんか呼ばれた感じになってるよ。これは本当に今までで一番やばいかも。だからそれも分かるんだけど、でもいいですよ。何かこれでつけたことで何か起きても、別にそれは僕の身に起きることだから。何かあったとしたらさ。いや分かりますけど、これでじゃあこれつけずにやっぱりまたここにも元に戻して帰るなんてことできんくないですか。それで動画になります。危ないと思う。本当に。いやそれでさ何かあったら本当取り返しつかないから。何もないですよ。なんで捕まえてこれ。でもこれ断面図合ってる。いやこれでもこれ待って、もうつかないかだったらさ、ちょっとやめとこうよ。でもこれで合ってるはずなんだよ。いやでも明らかにほらもうなんでつかないんだよこれ。本当やめよ。なんかまだ欠片があるんだ。待って、本当ヒロ君ちょっと待ってヒロ君、まず行こう。おかしい、完全におかしいよ。ちょっと待って、ちょっと一回外出よう。ちょっと行こうよ。まず一旦外出よう。いや本当行こう。まあ、ちょっとヒロ君行って。なんでそんな行って行って最初行って行って。逆にわかんない、ね。まあ、こっから出よう。ちょっとおかしい、本当おかしい。行こう。赤を見つけたらだってそれつけないと。いやでもあれはもう逆におかしいでしょ。さっきの首もつかなかった。それでとりあえずは終わらそう。もうさ動画になるとかそういうのまず関係なしで。だって一緒っすよ。もういいから行くか。行こう。まずじゃあ別にいいっすけど一回じゃあ行きますか。まず出よう。ほんと出よう。